ここもな使ってたな、マダラメパルスあたりでこの辺使ってたよ。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する、覚悟はいいか？何度も通った道だ、今さらおじけづく理由はない。かかってこい。あ、ナビがいる状態でここでやるってことあったっけ？情報も少ないし慎重に行きましょう。双葉がね、なんか外に出るの新鮮だな。偵察ね、エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えばないよね、ないよね。双葉が外に出てることってなかったよね、今までね。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。いつも LINE とか、さすが双葉先生、うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから、てかそれくらい調べとけ。イベントで行かった、ちょっとそこまで覚えてないな。安全に入る方法だけど、コープで出てた、そうだっけ、ちょっとそこまで覚えてないな。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。これで一応全員マゴさんはあの吹っ切れてるからね、そのペルソナ出してあったりからも吹っ切れてるから、ちゃんと真面目だけな、真面目だけじゃいられないんで。どうなった、着いたのか？うん、みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。久しくこの姿を忘れていた、うん、美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいるノワールでしょ、自分で言ってたんだよね美少女怪盗と申しますちゃんとやってくれんだ。もうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない、街の景色を見てみろ。うん、これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。お城だよね、ちゃんとね。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。うん、そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。そうだね、金城も確か渋谷だったんだっけ。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ。それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか。 AI 少女ガチの実体化きたあ、すごく可愛いねソフィア。やっぱちっちゃいんだなソフィアな。さっきちっちゃいなと思ったけど、なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服なんか不思議な感じ、モフモフしていい？モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよソフィア。それは拒否する、子供じゃないからな拒否されちゃった。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとは何だ。ここのシャドウたちが言ってた、願いを奪えとか、キングに献上するとか。人から奪われていたのなら
それが願いじゃないかと推測。うん、確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？ぽいけど。願いが奪われる、それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん。どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？というと？どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。この世界に連れていかれたその人たちのシャドウの願いが奪われたってことか。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？確かにそうだ。そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか？無事なんだけどね、何かが奪われちゃってるんだよな。いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする？泥道、危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。そうだね。行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。了解。けどよ、実際どうする？また偶然イベントにでも出くわさなきゃ芸能人になってそうそう会えねえだろう。まあね。まあそういう話は外でだな。まあどうせまた配ってったろうけどね。じゃあ一度ここから出よう。確認しに来ただけか。ああ、出てしまう。ええ、もうそんな時間？早いな。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。まあ表には出てねえだろうけどな。ネットの方は私に任せとけ。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。ああ、安藤の何かあるんですか？あのさ、お、出た！さすがモデル。明日アリスと会えるかもしれないんだけど。また安藤の潜入捜査か。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。
見事なタイミングだな。完璧だね。ああ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。まあジョーカーだな。よし、そういうことだ。よろしくね。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾つかんでこいよ。ちょっかいかけて大丈夫なのか。楽しみだ。言っとくけど変なことしないでよ。私が怒られるんだから。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。とりあえず今日は被害に遭った連中のことを調べようぜ。